バルラベント諸島とは、アフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に、点在している、島々の一軍の名称である。ただし、一軍とは言っても、二つのグループに分けることもできる。カーボベルデの地図。黄色の部分がバルラベント諸島。なお、灰色の部分はソタベント諸島である。バルラベント諸島は、カーボベルデに属しており、カーボベルデの領土の北半分を構成している。 この諸島は大きく東部と西部の二つのグループに分けることができる。15世紀頃からポルトガルが植民を開始した島々であり、名称に風上を意味するポルトガル語であるバーラベントと付けられている。バルラベント諸島の東部を構成している主要な島としてはサル島とボアビスタ島が挙げられる。これらの島は共に火山島として誕生したものの、 地質学的には古い島であり、もはや火山活動は見られない。そして、侵食も進んでいる。気候は非常に乾燥していて、砂漠が広がっている。かつては、この乾燥した気候を生かした、生炎業が盛んで、これらの島の経済を牽引していた。そのため、猿島のように、猿とつく地名がいくつも見られる。しかし、生炎業は振るわなくなった。このため、 近年は観光業に力を入れている。なお、バルラベント諸島の東部には、上記の2島の他にサルレイ島などの小島も存在している。バルラベント諸島の西部を構成している主要な島としては、サントアンタン島、サンビセンテ島、サンニコラウ島が挙げられる。どれも、火山島として誕生した島であるものの、農業が行われている。 この三島の他にもバルラベント諸島の西部には、現在はいずれも無人島となっているものの、比較的規模の大きな島として、サンタルシア島、ブランコ島、ラソ島が挙げられ、これらの島も、やはり火山性の島である。なお、この他にも、例えばサンビセンテ島のすぐ北にあるパサロス島など、小さな島が存在している。これに対して、ソタベント諸島のソターベントとは、 風下を意味するポルトガル語である。ありがとうございます。